やっぱりいくつになっても肩肘張らないデニムって魅力がありますよね。今回の動画では30代とか40代の方々に向けてデニムのねコーデとかあとは着こなしの方法をね紹介していきたいと思います。デニムといってもデニムパンツとかあとはデニムのジャケットですねでございますよね。そういったアイテムって、カジュアルアイテムの代表格ではあるんですけれども、僕も今ね30歳なんですけども、この年代だからこその雰囲気を活かせる渋くてかっこいいスタイルが作れるんですね。今回の動画ではそういったところをね学ぶことができますので、ぜひこれからの秋コーデに活用してみてください。コーデの紹介をいくつかする前にですね、まずこれだけは気をつけてほしいポイントがあります。こちらです。大人のね渋かっこいいデニムスタイルを作る場合はですね、シルエット作りが重要なんですね。ちょっと大げさな画像を用意したんですけども、やはり太くてゆるっとして、なおかつそういったカジュアルなデニムっていうのは、見方によってはだらしなくも見られやすいと。で、よりね大人っぽい年代に年相に合わせたデニムコーデを作るには、シルエットが整ったデニムパンツっていうのがとても効果的なんです。これだけでもねガラッと雰囲気って変わるんですね。ではコーデを紹介していきます。まず一つ目がこちら。ベースはね、濃いめのデニムになってるんですけれども、トップスはチェック柄シャツを合わせてます。よりね秋らしい雰囲気にしてます。上下でカジュアルなアイテムを使ってるんですけども、先ほどお伝えしたようなシルエット作り、そこを意識するだけでも品のあるカジュアルスタイルが作れるんですね。個人的にはそれプラス足元にね一つ切り身なシューズを合わせると、よりね素質層のかっこいいコーデが作れるのでおすすめです。カジュアル好きの方にはぜひチャレンジいただきたいコーデですね。次にこちらです。ちょっとねまだまだ日中とか気温が高めの時はこういったねデニムにニットを合わせたコーデはいかがでしょうか。腕まくりもねちょっと気温によってはしてもいいかなと思います。淡いデニムっていうのはね、先ほどの濃いデニムに比べるとよりカジュアル感が増します。だけどもやっぱりねシルエット作りを意識してるだけでも品のあるコーデに見えるはずです。先ほどはチェック柄のシャツのコーデだったんですけども、ニットにすることでより上品に見せることができます。もちろんデートコーデとしても活用することができます。次にこちらです。マウンテンパーカーを上から着用したコーデです。もうちょっとね気温が低くなってきたらやっぱりアウターって着たくなりますよね。ここもなんですけども、シルエットがねしっかり整ってれば、こういったねカジュアルなアウターも意外とね合わせることができちゃうんですね。デニムとマウンテンパーカーを合わせた秋のアウトドアスタイルにいかがでしょうか。アウトドア好きな方にもおすすめですね。個人的にはねやっぱりカジュアルなアウターでやぼったく見られやすい要素なので、アウターの色は黒にしてちょっとねコーデ全体引き締めて、上品に仕上げるのもいいと思います。次がこちらですが、デニムジャケットを合わせた場合ですね、トップスもね結構目が引きやすい場所なので、印象としてはかなりカジュアル感が強くなります。そこをですね今回のコーデではスラックスを合わせて、より年相応なコーデに寄せてるといったイメージですね。足首でちょっと白ソックスを見せたりとか、ジャケットのねこの袖の部分をちょっとチラッとめくって時計を見せたりとか、そういったところでねちょっとおしゃれな印象に見えますよね。そういった部分もいい意味で大人の余裕感も見せることができますので、ぜひチャレンジしていただきたいですね。はい、突然ですがつい先日ですね、Dコレクションのチャンネルが4万人を突破しました。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。で、その4万人突破を記念してですね、Dコレクションの定番アイテムであるクロスキニーパンツ、こちらはねお求めやすい価格にさせていただいてます。こちらに記載してある期間限定になってありますので、そこだけ注意して、ぜひ概要欄の URL からチェックしてみてください。今後ともDコレクションをよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はね3、40代向けのデニムコーデということで紹介したんですけれども、やはり、シルエット作り、ここだけは忘れずにね実践していただきたいなというふうに思います。今日紹介したコーデの中では、Dコレクションの中で扱っているものもございますので、もし気になった方がいらっしゃいましたら、ぜひ概要欄からねチェックしてみてください。よろしければぜひチャンネル登録をして、引き続きご覧ください。コメント欄の方のご記入もお待ちしております。本日もご視聴いただきありがとうございました。